それではこれより消費者庁新未来創造戦略本部国際シンポジウムを開始いたします。私、本日司会進行を務めさせていただきます影山陽子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日会場での登壇者におきましては、客席と舞台との間に2メートル以上の間隔を空け、また飛沫防止のアクリル板をご用意しておりますので、壇上ではマスクなしとさせていただきます。あらかじめご了承ください。今回のシンポジウムはアジア地域におけるウィズコロナ・ポストコロナでの消費生活相談と消費者教育についてをテーマといたしまして、本戦略本部の第1回目の国際シンポジウムとなります。本日の式次第です。まず新未来創造戦略本部の日下部秀樹次長より、徳島における社会への扉を活用した事業の実施効果について基調講演を行います。その後、2部構成のパネルディスカッションを行います。パネルディスカッションでは東南アジア各国の皆様にリモートにてご登壇をいただきます。第1部では各国の消費者教育の現状を研究者の立場から紹介し合うとともに意見交換を行います。休憩を挟みまして、第2部では各国の行政官の皆様と消費生活相談の体制を確認するとともに、コロナ禍でどのような消費生活相談が増えているのかを議論してまいります。それでは初めに主催者を代表いたしまして、内閣府特命担当大臣消費者及び食品安全担当井上慎二大臣よりご挨拶を申し上げます。井上大臣ですが、公務の都合上シンポジウムに出席することがかなわず、ビデオメッセージにてご挨拶を申し上げます。それではご覧ください。消費者及び食品安全担当大臣の井上慎二でございます。消費者庁新未来創造戦略本部国際シンポジウムの開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。まず本日ご参加のマレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、日本の研究者及び行政官の皆様、シンポジウムをご覧いただいている皆様にはお忙しい中ご参加をいただき感謝申し上げます。消費者庁は2009年の設立以来、消費者行政の舵取り役として、消費者が主役となって安心して安全で豊かに暮らすことができる社会を実現することを使命として、消費者政策を推進してきました。また2018年には G20 大阪サミットのサイドイベントとして、徳島で消費者政策国際会合を開催しました。泉徳島県知事はじめ、徳島県のご尽力もあり、東南アジアを含め38の国および地域の行政機関等からご参加をいただき、デジタル化の急速な進展に伴う消費者問題への対処等、各国が共通して直面する政策課題について国際連携協調を目的として議論し、大きな成果を収めることができました。この経験も踏まえ、消費者庁は国際交流や国際シンポジウム等の新たな国際業務等の拠点として、昨年7月に新未来創造戦略本部を徳島に設置しました。本日のシンポジウムをはじめとして、今後戦略本部を拠点に新たな時代にふさわしい未来志向の消費者行政を国際的な連携をもとに推進していく必要があると認識しております。世界に目を向けますと、新型コロナ感染症の世界的な拡大や、それに伴うデジタル化の一層の進展と、経済社会の情勢はここ1年で大きく変わり、消費者行政も新たな課題に直面しています。加えて、
本日パネリストとしてご参加いただいている東南アジアの諸国におかれては、高い経済成長を背景に生活水準が大きく向上しており、各国において消費者政策の重要性が高まっていると承知しています。本日参加の4カ国とは、平素より越境消費者トラブル相談に連携して取り組んでおり、本日のシンポジウムがさらなる関係強化につながることを願っています。本日のシンポジウムのテーマとなる消費者教育や消費者生活相談は、消費者が直接活用するものであり、世界共通で消費者政策の基盤となるものです。ご参加いただくパネリストの皆様には、ぜひ活発な意見交換をしていただき、その成果が日本のみならず、東南アジアの消費者政策の一層の推進につながることを期待しております。最後に、本シンポジウムがご参加いただいた皆様のみならず、ご視聴いただいている皆様方にとって有意義なものとなることを記念して、私からのご挨拶とさせていただきます。以上、井上大臣からのご挨拶でした。続きまして、来賓を代表いたしまして、徳島県知事飯泉嘉門様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。飯泉知事ですが、ご公務の都合上、ご出席いただくことがかなわず、ビデオメッセージにてご挨拶を頂戴いたします。それではご覧ください。徳島県知事、そして全国知事会長を務めております飯泉嘉門でございます。本日は消費者庁新未来創造戦略本部国際シンポジウムが新しい生活様式にのっとり盛大に開催をされますこと、まずもって心からお喜びを申し上げますとともに、草壁次長さんをはじめ戦略本部の皆様方には、徳島県の消費者行政教育発展のためにご尽力をいただいておりますこと、厚く御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。昨年の7月30日、戦略本部ここ徳島に開設をされるとともに、日本の歴史が大きく動くこととなります。この国の統治機構何々省何々庁、その本庁機能は全て霞が関東京にあったわけでありますが、地方創生第2幕のスタートの年に、消費者庁新未来創造戦略本部恒常的な本庁機能がここ徳島に開設をされるとともに、国際消費者政策研究センターが作られ、国際的な消費者政策共同研究も合わせてスタートとなります。こうした中、昨年度におきましては G20 消費者政策国際会合日本初開催、そして消費者庁の皆さん方とカウンターパートとなる徳島県共催という形で徳島で行われたところであります。また今年度におきましては、ウィズコロナ時代新しい国際フォーラムの形として、オンデマンド形式でアメリカ、イギリス、フィリピン5カ国のエシカルリーダーの皆様方にもご参画をいただき、新たな課題などについて世界へ発信をいたしているところであります。この2つの国際シンポジウムフォーラム、このレガシーとして来年度におきましては、徳島国際消費者フォーラム2021開催をさせていただき、ウィズコロナ時代の在り方、新しい形式としてデジタル時代における世界各国の消費者課題についての処方箋を、また SDGs 取り組みの課題などについても語り合いたいと考えております。結びとなりますが、今回アジアの皆さん方を中心として新たな消費者課題、これらの処方箋が多く打ち出されるとともに、ウィズコロナからアフターコロナを俯瞰をする新たな消費者政策の展開がアジアを中心に世界に発信されることを心からご期待申し上げ、私からのご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。
以上、飯泉知事からのご挨拶でございました。それでは続きまして、基調講演へ移ります。消費者庁新未来創造戦略本部、日下部秀樹次長により、徳島における社会への扉を活用した事業の実施効果についてといたしまして、お話しさせていただきます。日下部次長、よろしくお願いいたします。消費者庁で、新未来創造戦略本部次長をしている審議官の日下部でございます。早速ですが、基調講演の方に入らせていただきたいと思います。資料ですけども、日本の方は日本語の資料をご覧になっていただきまして、海外の方は英語の資料をご覧になっていただければと思います。今回ですね、徳島県においてですね、社会の扉という教材を活用した事業を3年間やってきたわけですけれども、その、取りまとめみたいなのを今回発表させていただければと思います。まずですけれども、このプロジェクトのきっかけですけれども、日本の場合は2022年の4月1日から成年年齢が引き下げられるということになりまして、高校生であってもですね、18歳から契約の責任を負うということになりまして、消費者教育の重要性がこれまで以上に今高まっていると、そういうこともありまして、消費者庁としてはですね、やっぱりまず学校で使う教材を開発しようということで、文部科学省と一緒に、こういう消費者教育教材という声があるわけですよ。こういうのをですね、開発したところでございます。で、また開発しただけではなくて、それをすべての高校で使ってもらおうということで、徳島ではですね、模範的にまず最初に全部の高校で事業をしたわけですけれども、消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁の4省庁で力を合わせてですね、アクションプラグを作って、全国的にすべての高校でこの社会の扉を使った消費者教育の事業をやろうということを今目指しているところでございます。それに先立って徳島県では県内55校すべての高校で社会の扉を使った事業を行ったということでございます。で、これはすべての高校で行ったということで、毎年ですね、6500人ぐらいの生徒さんが大体高校生いますので、その500人ぐらいをその3年間にわたって毎年調査をしたということでございます。また毎年授業の前と後を調査するだけではなくてですね、授業が終わった高校1年生の時、3年前の高校1年生が翌年高校2年生になった時、それから高校3年生になった時、どれぐらい知識が残っているかと、そういう追跡調査も行ったところでございます。今回はその追跡調査が特に興味深かったので、それを中心にご紹介させていただきます。大体ですね、調査対象は6500人前後ぐらいなんですけども、ちょっと高校2年生3年生になっていくと減っていくのは、去年受けた人が今年そのままアンケートに答えているとは限らないので、ちょっと減っていくと。それから高校3年次っていうのは、この間昨年の今頃ですけども、ちょっとコロナがすでに流行り始めたということで、アンケートができなかったというところで、授業そこらに対してはですね、ちょっとサンプルがちょっと欠けたということでございます。それから調査内容ですけども、それぞれ意識と知識、知識と意識に関して質問をしています。質問はここに書いてある12問、クイズに関しては12問で、次のアンケート、意識についてのアンケートもここにある11問、これを3年間にわたってですね、行ったということでございます。で、まず知識からいきますとですね、12問あるわけですけども、それを平均点を取ってみますと、授業前から授業後に、授業前よりも授業後になって、回答率が高まって、正答率が高まって、それから1年後少し下がって、2年後はほぼ変わらないということで、全体で見れば定着が見られているかなということが分かったということでございます。具体的にですけども、どういう質問かということはここに書いてありますけども、いくつか代表的な質問12問のうち紹介させていただきます。まずですね、店で買い物するとき契約が成立するのはいつかと、こういう問いを入れてます。答えはですね、ちょっとすべての海外で同じ答えになるかどうか分かりませんが、おそらく同じだと思うんですけど、日本ではですね、店員がはい、かしこまりましたと言ったときが正解ということで、別に商品を受け取ったり代金を払ったときではないというのが法律上の解釈ということでございます。それから次にですね、店で商品を買ったけども使う前に不要になり返品したいと、店の対応として法律上正しいものはどれかということですけれども、これも答えはですね、返品は法律上は受け付けなくてもいいという答えです。で、2にあるようなレシートがあって、1週間以内なら返品を受け付けなきゃいけないとかですね、開封していなかったら受け付けなきゃいけないということは、実際法律上はそういうことは定められていなくて、お店のサービスとしてそういうことはやってる店はもうごく普通にあると思うんですけれども、法律上は別にそれは店があくまでも店がサービスでやってるということであるということで、1だということでございます。これの正解率、
を見ていますと、契約成立のタイミング、やっぱり事業前はですね、やっぱりそこはかなり皆さんよく分かってないので正解率は低かったんですけども、事業後はやっぱり8割近くまでこうぐんと伸びるわけですね。ところがやっぱり2年目1年経って、それからもう1年経つと、まあだんだんその知識が剥がれていくと、契約が成立した後のその解約不可に関してもですね、同じように事業後はすごく伸びるわけですけども、その後の2年目に1年経つとですね、正解率は相当下がってしまうと。これはやはり日常生活上そんなに解約とかで不便がないからということが、おそらくその法律上の知識とかですね、制度上あくまでも店がサービスであるということはなかなか意識しづらいのかなというのが背景にあると考えております。それから次にですね、ネットショップで T シャツを買ったけれど似合わないと、クーリングオフできるのかと、クーリングオフについての問いですね。これについてはですね、答えはクーリングオフはできない、要するにネットで買う場合というのはクーリングオフはできないと。クーリングオフは基本的には不意打ち制ですから、予期しなくて急にですね、訪問販売とか言われた時にはクーリングオフは効くわけですけども、自ら買いに行っている場合には基本的には効かないというのが、まあ、基本なわけですけども、これについてもですね、まあ、聞いてみたらですね、まあ、事業前はそこそこクーリングオフできないという答えも、まあ、そこそこあって、事業後はまた高まって、で1年ぐらいやっぱりちょっと下がっていると。まあ、いずれにせよさっきの問いもそうですけれども、まあ、事業前よりは1年後2年後まあ高まっているということはまあありますけれども、こういうことが見られました。これから次の問いですけれども、消費生活について相談したいときにかける電話番号はと、我々はこれは188というのを強く押して、これバッチまで作って押しているわけですけれども、まあ、この正解率というのはやっぱり1年後は事業後は高まったんですけれども、やっぱり1年後やっぱちょっと下がってしまうということが見られたということで、あります。次にですね、時間もないので意識について聞きますと、意識についてもですね、聞くとですね、全体で見るとそんなに意識は4年事業前とあとそれから1年後2年後に変わって大きくは変わってないということが言えると。事業後はちょっと高まりますけども、で具体的に見てみますと、店で商品を購入するときは原則返金ができないと、返品返金ができないことを意識して慎重に買い物をするかと聞くとですね、まあ事業前からあとちょっと高まりますけれども、1年後2年後と逆にちょっと下がってしまうということで、まあ大きな変化はないんですけれども、意識が高まっているとは少なくとも言えないなと。まあおそらくこの背景は実際こう年を取って高校を卒業していくような段階になると、まあ、ちょっと慎重に物事を考えるようになったのかなという気もちょっとしてます。それで、まあ、自分にはそれが実施できるかなどうかなという自信がなくなって、回答が慎重になったんじゃないかなという気もちょっとしているところでございます。それからネットショッピングで買い物するときには注文前に利用規約を見るのかと、よく利用規約を見ないと先に進めないということがありますけれども、そこではまあそれをちゃんと見ると、必ず確認するといった答えはそんなにやっぱり高くはないと。そんなに先ほど知識の問いみたいな大きな変動はないんですけれども、そんなに意識が変わってないというか、むしろ回答がより慎重になっているということが言えるかなと思います。それから、商品やサービスに問題を感じたら事業者に連絡するということに関して言えば、これもですね、全体的にそう連絡すると答えている人は少ないんですけれども、もうそんなに事業前と後で大きな変動はあまりないかなというところでございます。それから、借金が雪だるま式に増えるようなことがあれば消費生活センターに相談すると、こういう問いがあるわけですけれども、この時も回答もですね、事業前から後で少し高まりましたけど、その後1年経って、同じ高校生2年経って同じ高校生に聞いてもそんなに意識は変わらないということで、ありました。ここはちょっと省略しますけど、ちょっと小さい字で申し訳ないですけども、資料を拡大してみると分かりますけど、一応すべての問いに対しての伸び率なり正答率がここに書いているところでございます。結果のポイントでございますけども、2年後の調査においてですね、事業後よりも正答率が下がっているものの、ある程度の知識の定着が見られると。やはり事業前と比べればですね、高校1年生の時の事業前に比べれば2年生3年生の時いずれも元よりは追従に高くなってますので、一応その事業の効果っていうのはまああったんだろうと考えているところでございます。それから解約についての、契約の解約っていうのはやはり今度は成年年齢引き下げに関しても非常に重要な問題になってくるわけですけれども、なかなかその実体験上はですね、実際その解約のタイミングがどうということなく普通に解約できますし、それできることも多いので、なんとなくその実体験と合わないので、制度的なことを聞いてもですね、ちょっと正解率がなかなか高まらなかったのかなという気がしています。それから事業前の正答率が低かった、さっきの契約の成立時期とか契約の解約については、
もともとは知識がない中ですね、授業を教わると、まあ、一時的に高まるんですけど、もともとやっぱり知識がなかったっていうことは、その抜け落ちもまあ早いということも言えるかなと。それから意識についてはそんなに3年間ですね、こう大きく変わらなかったということでございます。でこれらの課題からしてみますとですね、契約についての知識の定着率が低いということになりますと、まあ、授業前よりはですね、高いにしてもですね、そんなにまだ多くの人が意識としてそれが残ってるわけじゃないので、成年年齢引き下げになりますと、18歳とか、まあ、19歳で、まあ、契約する取り消しと、未成年だからということで契約が取り消せなくなりますので、少し心配であるということは言えるかなと。それから意識については毎日の生活の出来事に影響されるということもあるので、なかなかその授業でちょっと習っただけでですね、変えるということは非常に難しいのかなと。それから消費者トラブルにあったら消費生活センターに相談するとか、それから新しい手口のトラブルを警戒する意識を持つということはやっぱり非常に大事なことなので、やはり今後消費者教育を考えていくにあたってこういう観点というのは今後大事なのかなと思っているところでございます。以上ですね、簡単にこの結果を紹介しましたけれども、やはり徳島県のご協力もあって3年間基本的に全てのですね、生徒に、まあ、アンケートすることができたと。で、また高校1年生、3年前の高校1年生が高校2年生3年生になった時どうだというところも調査できたということで、非常に有意義な調査にはなったということと、やはり学校校での授業というのはそれなりに非常に意味があったということも分かったし、現状で満足しちゃいけないということも今回の、まあ、結果で分かったということでございますので、引き続き今後の消費者庁としてもですね、今後の消費者教育のあり方について今回の成果といえば生かしていきたいと考えているところでございます。では時間になりましたので私から以上とさせていただきます。日下部次長ありがとうございました。それでは続きまして第1部パネルディスカッションへ移ります。コロナ禍における消費者教育の果たすべき役割をテーマにディスカッションを行ってまいります。それではパネリストをご紹介いたします。まず一人目は鳴門教育大学准教授であり消費者庁新未来創造戦略本部客員主任研究員を務めていただいております、坂本由佳様。続きましてリモート登壇のパネリストの皆様をご紹介させていただきます。マレーシアよりご参加いただきますマラヤ大学法学部講師オングゼ・チン様。こんにちは。Thank you for having me today. 皆さんこんにちは。続きましてタイよりご参加いただきますタマサート大学法学部講師エイムパガー・テイチャ・パイ君様。Good morning. Good afternoon, everyone. 皆さんこんにちは。発表の機会をいただいたこと大変嬉しく思っております。続きましてベトナムよりご参加いただきますダナン大学法学部講師ツオン・フェンガー様。ミュートになっておりますのでマイクをオンにしていただけますでしょうか。はい、ゾン・フェンガー様。I'm sorry. すいませんでした。皆さんこんにちは。本日は皆さんとお話しできる機会をいただきましてありがとうございます。特に消費者教育ということで、このコロナ禍における消費者教育ということで非常に重要な課題だというふうに思っております。ありがとうございます。モデレーターは京都大学大学院
法学研究科准教授カライスコス・アントニオス様にお願いいたします。なお日下部次長には引き続きパネルディスカッション第1部第2部ともに議論に参加していただきたいと思います。それではモデレーターのカライスコス様、進行をお願いいたします。改めまして京都大学のカライスコスでございます。本セッションでは先ほどの基調講演に引き続いてこの中における消費者教育の果たすべき役割をテーマにディスカッションを行います。パネリストには日本、マレーシア、タイ、ベトナムからご参加いただいています。各国それぞれの消費者教育の現状を確認するとともに、この中において電子商取引が増加する中でデジタルデバイド解消のため消費者教育が果たすべき役割について議論を深めていきたいと思います。まずは私からご説明させていただきたいと思います。私の方からはこの中における消費者教育の果たすべき役割について総論的入門的な話をしたいと思います。次をお願いします。報告の流れですが、日本における消費者教育、コロナ禍と消費者教育、そして EU における消費者教育とアジアモデルについてそれぞれお話をしたいと思います。次をお願いします。日本における消費者教育を見ますと、消費者教育の源流が家政学にあることがわかります。また21世紀に入り、消費者政策は保護から自立支援へ大きな転換を果たすことになりますが、これは消費者に対する保護の施策が不要との趣旨ではなく、消費者が消極的に保護を受けるものから積極的に保護を受けるものとして、その姿勢を変えるべきであることを強調したものとなります。2004年には消費者保護基本法が消費者基本法に改正され、こちらのスライドに示しています消費者の権利が明確となりました。また2012年には消費者教育の推進に関する法律が成立しています。次をお願いします。この法律の2条1項には次の、こちらのスライドに示していますような消費者教育の定義規定が置かれていますが、これを見ますと消費者教育は個人の自立を支援するためのものであると同時に、この自立というのは消費者が社会の一員としてより良い市場、社会の発展のために積極的に関与するという意味の自立でもあります。つまりここでの消費者教育は消費者市民社会の形成への参画を促すものであると同時に、消費者市民社会をまさにその形成を促進するものとしても位置づけられています。この消費者教育推進法は世界でも稀な取り組みであり、大きく評価するもの、することができるものであるとともに、また消費者市民社会の形成が目的とされていることも世界的に見ても稀であり、同じく大きく評価できると考えております。次をお願いいたします。そこで日本における消費者教育の現状を見ますと、学校教育の中に身を置く世代に対する実践的な消費者教育の実施、さらには地域ごとのさまざまな機会を捉えた消費者教育の実施のために、こちらのスライドに記載されているような工夫がされています。次をお願いします。では日本における消費者教育がコロナによってどのような影響を受けたのかといいますと、まずは消費者市民社会を実現するための手段としての消費者教育の重要性が再認識されました。そして消費者市民社会を実現することそのものの重要性もまた同じく再認識されたと言ってよいと思います。コロナ禍およびその後における消費者教育の特徴を見ますと、デジタル能力の向上、批判的考察力の養成、さらには複雑化する社会におけるさまざまな教育主体の共同、これらが重要なものとして位置づけられますが、デジタルとは関係のない能力も引き続き重要ですし、
批判的考察力というのは、デジタル化社会の中でさまざまな情報が発信される中、真実を見抜くために欠かせないものとなっています。次をお願いします。他方で EU における消費者教育を見ますと、次のような代表的な要素を見出すことができます。まず消費者教育で利用可能な資料などが提供されています。これらは EU などが作成したもので、無償で教育現場のものによって利用できるものとされています。さらには消費者教育に関するコンテスト、学校に対する賞や認証、そして地域との連携が見られます。学校に対する賞や認証は金銭的なインセンティブなどとも結びつけられています。詳細については私も関わりました、こちらに記載の調査報告書をご覧いただければ幸いです。次をお願いします。EU ではこのような消費者教育に関するモデルが見られるところですが、他方でアジアにおいて消費者教育のモデルを示すことは必要なのか、そして可能なのかについて申し上げますと、個人的にまず先ほども話がありましたように、アジア諸国はお互いにとって大切な取引のパートナーであり、そして消費者問題にも共通性が見られ、さらには消費者教育においても共通点が見られるところですので、このようなアジアモデルを示すことは必要であり、かつ可能であると考えています。そして本日のシンポジウムがそのための手がかりとして機能することができるのではないのか、これからの登壇者の皆さんの報告に大きく期待するとともに楽しみにしております。ご清聴いただきありがとうございました。続きましてパネリストの方々からも順番にご発言いただこうと思います。まずは日本の鳴門教育大学の坂本先生からご発言いただきます。よろしくお願いいたします。鳴門教育大学の坂本と申します。私から日本の消費者教育についてデジタル化に向けてという題で、カライスコス先生がご紹介いただいた内容をより現場でどのように取り組まれているのかという点でご紹介したいと思います。次のスライドお願いします。はい、まずこちらは消費者庁で作成している消費者教育体系イメージマップの内容です。このイメージマップでは各ライフステージで消費者がそれぞれ身につけるべき内容というのをまとめています。4つの重点領域がございます。本来はこのイメージマップの中にはそれぞれの内容でそれぞれライフステージでどのような内容を身につけるべきかというような課題が書かれているわけですけれども、今日はちょっと主な担い手についてご紹介したいと思います。日本でそうですね、障害教育や学校教育の場などでそれぞれ の, ライフステージにおける主な消費者教育の担い手となるとこちらの図になるかなというふうに思っています。で、やはり中心になるのは小学生期から高校生期までで学校が主な担い手となっています。その後大学では消費者教育は実施されているのは一部の専門分野に限られているというのが現状かなというところです。そして職域ですね、などではそうですね、消費者教育も行われているそうですが、まだ十分ではないかなというところです。で、各地域でさまざまな消費者教育講座などが開催されております。では幅広い年代を対象にさまざまな教育の機会がありますが、私の関わる限りでは参加者はやはり高齢者が中心かなといったところです。消費者教育の地域の消費者教育の場に成人にいかに参加してもらうか、特に乳幼児などを持つ親御さんもさまざまなことを学ぶ必要があると思いますので、この世代にどんどん消費者教育の機会に参加してもらうか、もらえるようにしていくということが課題だと考えています。次のスライドお願いします。はい、では日本の学校における消費者教育の内容をご紹介したいと思います。こちらの表は日本の学校における主な教科教育の内容を示したものです。家庭科は小学校5年生11歳から始まります。社会科は小学校3年生9歳から開始します。で、主にこの2つの教科というとこの主な
主なものが家庭科と社会科かなというところです。もちろん道徳科とか少し関わるところもあります。で、社会科でこの消費生活に関わる社会の仕組みというのも学びまして、家庭科では自分の自身の生活でどのように実践するかというのを学びます。で、消費者教育というのは非常にやっぱり実践的な学びっていうのが求められてますので、家庭科が一番の中心になります。家庭科では小学校から高等学校までの間で、金銭の使い方ですとか買い物、売買契約について、また持続可能な消費生活についてなど、難易度を増しながら同じ内容を繰り返し体系立って学ぶようになっています。そして金銭管理や買い物の仕方の学習というのは1947年から学習内容に入っていて、歴史が古いのですが、消費者の権利と責任などを学習するようになったのは2000年以降です。そして2022年に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるのに伴って、近年は売買契約の基礎に関する学習の充実というのが図られています。次のスライドお願いします。学校では教科活動以外でも消費者教育を行う機会があります。で、例えば教科外での実施となりますと、一つのテーマを総合的に深く掘り下げていく総合的な学習の時間というのがございまして、持続可能な社会づくりをテーマとした調べ学習ですとか体験学習などが近年充実しているところです。また行事や部活動などの特別活動の中でも先進的な取り組みを進める学校があります。近年は社会に開かれた教育活動の実施というのが学校教育で求められています。で、外部人材によるさまざまな出前授業が学校でいろいろ実施されています。で、さまざまなテーマがあって、ネットトラブルについてなどは大体 どこの学校でも実施されているというふうに聞いております。薬物の危険とか歯科衛生ですとか、たくさんのテーマで防災教育とか出前授業がされています。で、現在は18歳成年が目前に迫ってまいりましたので、消費者教育の出前授業も各地で実施されるようになっています。次のスライドお願いします。はい。で、このように学校教育では比較的いろいろな取り組みがされていると思いますが、実際に若者がどのような学習をしてきたのかというのを確かめるために全国の大学生を対象としてウェブ調査を行いました。で、尋ねてみると、このような内容を学んだことがありますかという質問への回答なんですけれども、製品のマークや表示ですとか、さまざまな悪質商法については、6割以上が学習経験があるというふうに回答しました。はい。ですが、販売方法とか消費者の権利と責任などについては4割前後です。また、古くから行っているはずの金銭管理についても2割前後ですね、学習したことがあるという回答はそれだけでした。また当てはまるものはない、つまり消費者教育を受けたことがないという回答する学生も2割程度いました。で、学習内容として指定されていても実際には授業が行われてなかったり、生徒の頭に残る授業になってなかったりするというのが課題かなというところです。次のスライドお願いします。最後にデジタル化に対応した消費者教育の課題についてです。コロナ禍によって急速に商取引のデジタル化も加速しています。で、デジタル取引は簡便さや迅速さといった利点がありまして、消費者はこの利便性を享受することができますが、一方で慎重な検討する時間が奪われている面もあると思います。またさまざまな取引の仕組みがブラックボックス化するどうしてこんなことになるんだろうってことですね。ですとか画像とか動画とかさまざまな文章もそうですけれども、いろいろ心理的な誘導とか扇動っていうのは行われやすいっていうような点がデジタル取引の特徴として挙げられるのではないかと思います。で、これらの特徴っていうのが自分でこう考えず判断しない消費者を増やすことにつながるのではないかというのが懸念されます。
そこで消費者教育ではさまざまな慎重な検討することですとか、デジタル取引の仕組みの概要を理解すること、またさまざまな情報を批判的に検討するということを通じて、よく考えることや自分で決める力っていうのを育むことが今後の課題だというふうに考えています。以上です。坂本先生ありがとうございました。続いてマレーシアマラヤ大学のオン・ゼ・ジェン先生からご発言いただきます。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。お招きありがとうございます。マレーシアにおける消費者教育、そして新型コロナ時代の課題について、そして何ができるかということを国際社会としてお話ししたいと思います。我々今世界は一つだと考えています。したがって違う見方をするということではなく、共通の点が多くあると思います。今日本の方々から消費者教育について興味深いお話を拝聴いたしました。次のスライドお願いします。マレーシアに関しましては、残念ながら消費者教育というものは正式な形では行われていません。消費者教育という教科そのものはないんですが、これは小学校高校レベルでないということですけれども、学校の中でさまざまな教育というのは提供はされてはいます。そして意識であるとか、消費者そのものに関していろいろな情報教育ということはあるわけですけれども、いわゆる非公式な教育ということでの教育などがあります。三次教育なども含めて高等教育レベルだということです。教科ということに関してはごく限られているということが言えるわけです。社会学であるとか、またそれ以外のテーマ、あるいはお金に関する金融、あるいは経済というところにあるわけですけれども、しかしながら教育ということについてはさまざまな省庁が関わっています。ここに書いてありますように、省庁ごとに果たす役割は違うわけですけれども、政府であるとか NGO によるさまざまな消費者教育というイニシアチブというものが正式な形でも、また非公式な形でも行われているということが言えます。ここに書かれているようなところ、省庁などが関わっていますが、例えば国内取引消費者省がありますが、この組織におきましては消費者に関する苦情問題であるとか、あるいは消費者に関連する法律、こうしたところにも関わっています。それから教育省というのがあります。教育省におきましては、例えばテーマモデルというものを作っています。そして消費者についての研究も行いますし、また消費者としての行動などについての教育も行いますし、それから通信マルチメディア省というのがあります。こちらはデータが豊富になっている時代において消費者教育のに関わるような活動もしております。例えば外国である学校であるとか、あるいは大学などに向いて、例えばデジタルにおいて何かをクリックしたとき、どういう責任があるのか、またどのようなことを考えなければいけないのか、そしてコロナ禍においてさまざまな情報提供がされています。それからもちろんコロナ禍ということで保健省の果たす役割も大きいわけです。コロナに関する情報提供ということについても保健省では重要な役割を果たしているわけですけれども、すべての情報共有ができるような仕組みというものがあります。そして例えば店舗に行った場合には、コロナ禍において行わなければいけないような責任などというものも新たにあって、そうしたものが教育されるということ、そしてデータの取引であるとかプライバシーといった問題も入ってきています。
このようにさまざまな省庁が消費者教育を担当しているということです。次のスライドお願いします。国内取引消費者庁ですけれども、消費者教育であるとか意識向上プログラムなどを担当しています。そしてこのプログラムのもとには3つ大事な点があります。これは学校の子どもたちを対象にしたものがあって、学生消費者運動というのがあります。こちらはウェブサイトもありまして、そうした活動についての知識なども載っています。またこれはあくまでもイニシアティブとしての取り組みとなっています。それから学校消費者クラブというのがあります。これは強制的に なければいけないということではなくて、自主性が重んじられています。消費者についての情報を共有します。そしてこの消費者教育意識向上プログラムを一環として学割カードというのがあります。これは2018年に導入されたわけです。高等教育に関わっている学生たちはみんなこうした学割カードというものを持っています。そしてそこに情報などが入っています。これが一つのモデルとなって消費者への貢献にもつながっているということになっています。もう一つ消費者保護プログラムというのがあります。これは消費者業務であるとか方針であるとか法律などにも関わっています。それから消費者のアドバイザリーカウンセルというものも作られています。法律について、そしてそれが検討されるということ、そして消費者保護運動開発プログラムというものがあります。これはラカン JPDNHEP、 ラカンというのは友人という意味もあるわけですけれども、価格であるとか、また仕事事業のやり方、共同行動、こうしたものがきちんとモニタリングされるという仕組みになっています。それから全国消費者運動評議会というものがあります。プログラムであるとか、あるいは問題であるとか、学校訪問などが全国規模で行われています。さらに州のレベルとして州の消費者運動というのもあります。各州におきましては、それぞれ州の活動内容というものが設定されています。そして教育などもその一環として行われています。そして地域ごとにこうしたものが設定されているということ、また遠隔地などにおいてもそうしたところに提供した形の消費者運動というのが展開されています。そしてこうした消費者運動というのが州のレベルで見られるということ、それは州ごとにそれぞれ抱える問題が違うとか、水であるとか、あるいはそれ以外の環境問題とかがあると、それに対応していくということになっています。さらに苦情を受け付けるということ、そして問題があった場合には州のレベルでそれを調査するということがあります。それからもう一つご紹介したいのが消費者団体および組織と呼ばれているものです。おそらくマレーシアでこれが最も活発だと思います。消費者関連のグループ組織というのはいろいろあると思います。そしていろいろなキャンペーンであるとか、これは消費者権利とかそうしたものに関するですけれども活動があります。でもう一つが消費者問題の地区アシスタントというもので、2019年に作られました。消費者活動などをプログラムで各地区ごとに行っていくというためのものです。そしてニュースでも聞かれたかと思いますけれども、コロナ禍におきまして大学生たちが例えばインターネットのアクセスをするためにどこかさまざまな活動をしなければいけないとか、いろいろな問題があったわけです。こうした活動を行って、そして各省庁との協調などがあります。そして次のスライドお願いします。
基本的にはこれは NGO が行っている活動です。 NGO がさまざまな活動を積極的に行っています。法律であるとか行政とかとの間での協力もやって、マレーシア消費者協会連盟というものもあります。そして消費者のためのさまざまな研究も行っています。それから国立消費者苦情センターというものがあります。そしてマレーシア水エネルギー消費者協会であるとか、あるいはマレーシア標準ユーザー協会というものもあります。そしてプライバシーの問題について、その中身をどう使うかということも見ていきます。そして教育への支援、消費者教育への支援なども行っています。苦情対応ということについても、消費者として、当局省庁に直接話をするということではなくて、こうした消費者苦情センターなどに苦情を寄せて、そして話をするということがあります。我々の省庁におきましては、もちろんいろいろな活動をしているわけですけれども、しかしキャパの問題もある。そしてそれと同時に消費者意識に関連する活動というものもあります。省庁などに直接行くということではなくて、 NGO を介すということがあって、そういう意味では NGO の果たす役割が非常に大きいということがあります。次のスライドお願いします。消費者の保護ということですけれども、時間がなくなってきておりますけれども、現在のコロナ禍、その前後においてどういう問題があるかということで、我々としては消費者がますます弱い立場になった場合への対応というところが必要です。インターネットもいろいろな問題が出てきます。そして電子商取引の問題などについても考えなければなりません。情報弱者になってはいけないということもあります。ロックダウンの場合になかなか移動ができないと、そして供給が止まってしまうということもある。そしてそうなると次にインターネットに委ねるということになります。もちろん消費者庁などさまざまな活動をし、オンラインでのモニタリングも行っていますし、苦情を受け取るルートというものもあるわけですけれども、実際にそうした苦情というのが十分に使われていない、そうしたチャンネルがあるということを知らないということがあります。したがってこうした脆弱な消費者が増えてしまうということが、コロナによって大きく問題になっています。そしていろいろな消毒であるとか、そうしたものを買ったりするという時もネットを通して買う場合に、そうした脆弱症な人たちが弱い立場になってしまうということです。マレーシアにおきましてはロックダウンを最初に行った時、動きというものが完全に止まってしまった。そうすると日常生活で価格が急に上がってしまうというような問題がある。あるいは水を買ったり何とかするという時でも、なかなかインターネットを使うということになって、消費者に対して例えばコロナの最初の段階でいろいろな問題があるわけあったわけですが、さまざまな対応もなされてきました。そして会社の行動というものも重要なわけです。例えば買い物した時に、それにきちんとしたものが来なかったから、これに取って代わる新しいものを要求しても、それがきちんと来ない、いつ入ってくるかわからないとか、こうしたいろいろな状況があったわけで、半年かけていろいろな問題への対応が必要だったりするということがありました。したがって、すべての問題がここで今解決できているというわけではありませんけれども、こうした問題が起こっているということが言えます。
そして脆弱性というのがどんどんとサイバーセキュリティということもあって増えているというのが問題であります。ロックダウンで人々が外に出かけることができないということになって、そしてサイバーセキュリティの問題がそれによって非常に大きくなる、あるいは電子財布の問題とかデータのコンテンツといった問題とかいろいろな問題が出てきています。電子商取引で例えばコロナに対しての献金を求めるということがある、そして不当な形での集金が行われていたりするということもあるわけです。このようにコロナの中ではさまざまな問題があります。そして基本的な商品の供給上の問題、生活必需品の問題があるということで、スマートな形で買い物しなければならないということがあります。そしてこうしたところにどのように対応するのか、そしていろいろな無駄があるという場合にそれをどう対応していくかということも問題となっています。そしてこうした問題への対応ということで雇用も考えなければいけないということがあります。そして例えばロックダウンで動きなどが2週間抑えられるということになりますと非常に大きなものが買われると、そしてフェイスマスクとして例えば800箱が急に供給されるとか、あるいはマスクそのものの質が悪かったりすると、そうした場合にどのように対応するのか、大体3層のマスクが必要だとか、そうした啓蒙開発をしなければいけない、それがなかなかうまくいかなかったり、そしてそれへの対応ということが必要で、マスクの品質はどうなるのかということ、そして消毒剤はどうするのかとか、そして低所得者に対してこうしたものをどのように提供するかということ、そして苦情のチャンネルをきちんと作っておくということが必要ですけれども、いろいろな対応がこういう形で必要になるということです。消費者保護法ということもこのようなものが必要となってきます。SNS でもさまざまな情報が提供されるということで、我々ともに協力をしたということが必要です。シームレスな形で対応しなければいけない、そして真剣なコミットメントというのが国レベルでまた国際レベルで必要になってきます。マレーシアにおきましては首相が経済回復計画というものを展開していますけれども、消費者教育の画像の中に十分に入っていないということが問題となっています。消費者保護ということにも力を入れなければならないというふうに考えています。これは非常に経済の計画の中で重要な部分だと思います。人々にエンパワーメントをしていくということ、そして経済を刺激するということが必要になると思います。エンパワーメントというのは消費者保護につながると、消費者に対して基本的なニーズあるいは供給に対しての知識を提供するということが必要だと思います。消費者の保護ということについては、我々はまだまだ早い下の方の段階にあると、初期の段階にあるかと言えます。ですから脆弱性というものを対応しなければいけないと、で例えば今我々は Zoom を使っていますけれども、そうではない人たち、あるいはそれに対応できていない人もいるわけですから、きちんと教育しなければいけないと。そして今研究も行っています。どういう形でこの問題に取り組むかということを考えるということが必要です。グローバルな形で対応していくということ、そして何らかの形で知識を共有し、そして対応していくということが消費者保護においても重要だというふうに我々は考えています。まあ、短いでしたけれども、私の方の発表をさせていただきました。今これで皆さんからのご質問をお聞きするんですが、こちらで終わらせていただいてよろしいでしょうか。また後ほどいろいろと詳しく議論させていただきたいと思います。皆様どうもありがとうございました。オング・セイ・チン先生ありがとうございました。続いてタイ・タマサート大学のエムパガーテ・チャーパイクン先生からご発言をいただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回このシンポジウムに参加できること大変嬉しく思います。タマサート大学からですね、特に消費者教育ということでタイの消費者教育についてお話ししたいと思います。特にハイライトしたいのは、
我々の課題ということで、マレーシアと共通する部分もあるんですが、少し触れたいと思います。次のスライドお願いします。でタイのこの消費者教育ということで、そのニーズまた方向をですね、さまざまな消費者団体もあります。で消費者保護ということに関してはタイでもう40年以上をですね、さまざまなこの国内でのこの公的機関を含めて消費者保護のための動きが進んでおります。次のスライドお願いします。で消費者教育に関してですが、基本的には消費者に対してエンパワーリングですね、自立して、そして自らが独立して消費活動ができるようにするということです。今日の発表ではこの消費者教育ということでありますけれども、公的機関から、公的機関の役割ということについて、そしてまた消費者団体の役割ということについてお話ししたいと思います。それから新たな課題ということです。次お願いします。すでに申し上げましたように、タイにおきましてはさまざまな公的機関におきまして、こういった消費者方向の観点からの活動が行われています。公的機関の方で消費者教育ですね、同じようなパターンで行っています。例えば消費者保護委員会がありますが、ここでは消費者の教育を推進すると、またニーズを確認するということです。それに対し今コロナ禍がありますので、消費者保護委員会の方ではいわばこの教育として、どうやってこの消費者保護の知識というものを実際のこの学校のカリキュラムの中に組み込んでいくかということを考えています。2014年でありますが、このプログラムにもうすでに非常に多数参加しています。また国家放送通信委員会事務局でありますが、さらには食品医薬品承認局ということで、ここも若い人たちを対象にしたプログラムを展開しています。消費者を対象とした教育ですが、ロックダウンの環境下においていかに行っていくのか、この若い世代に関してのこの学校でのプログラムに加えて、タイの中にあるメカニズムとして、これも消費者教育でありますけれども、地域を対象にしたものがあります。でローカルのこの地域のボランティアの人たちが、それぞれの村落さまざまな人たちに対して、このいわば公共のこの健康の問題とか、あるいは消費者の問題についてさまざま助言をしたり、また教育をしたりするということをしています。特に健康、また製品の安全性、食品安全性などについてフォーカスしています。そして今100万人ぐらいのこの人たち、ボランティアでありますが、実際にこういったサポーターとして活躍すべくトレーニングを受けています。で具体的な何か疾患、あるいはこのコロナも含めてですけれども、テーマが対象になっているということです。そしてこの状況をモニターし、さまざまなエリアで確認すると、そしてウイルスに関して、また対策に関して助言する、また提言するということを行っています。で基本的なメカニズムということで、どうやってこのコロナ禍、あるいはコロナ流行を抑えていくかということですね、それもこの中に入っているわけです。そして消費者に対するこのパワー付けということで、さまざまなプログラムが行われています。でさらにこういったこの消費者に対しての、この消費者団体ですね、消費者団体がさらに情報発信の背景に存在するということです。で例えば食事に関して、またさまざまなこの製品についての情報を発信すると、そして例えば問題が生じた際のこの対策についても助言するということです。例えば化粧品であるとか、また食品も含めてもそうでありますが、またモバイルの機器に関してもその安全について情報を発信します。ソーシャルメディア、例えば Facebook
Facebook、またアプリでありますが、こういったものを利用して情報を提供するということを、こういった消費者団体が行ったりしています。特にソーシャルメディアというのが極めて消費者教育に重要であるという認識のもとに行われています。で、こういったことがいわば消費者団体だけではなくビジネスに関連する人、特にこういったパンデミックの危機の状況においては非常に重要な役割を果たしていると言えます。次です。で、この消費者教育で先ほどお話がありましたけれども、そこから消費者に対してのニーズですね、それを確認するためのさまざまなツールが作られています。消費者教育というのは単に政府が行うだけではなく、やはりこの消費者団体というのが非常に大きな役割を果たしているというふうに言えます。次のスライドお願いします。で、最近におきまして200以上のこの団体がタイには存在します。で、これまで私が聞いたところでは、この消費者ということに関して保護意識の消費者団体ですね、自らがさまざまな提言を行うということ、そして消費者のこの苦情に端を発した消費者保護意識の高まりですね、そういったものが法制化につながることもあります。消費者団体が専門家だけではなく、またさまざままだその問題に取り組むためにはリソース不足のところがありますということで、彼ら自身ですね、このガイドライン、あるいは SNS を通しての情報発信などを行っています。また知識、技術、また経験など、そういったものが消費団体同士で交流するということで高めていると。で、そういった形で消費者教育がタイでは展開されています。最近ではさまざまな消費者団体がより経験を積んでおります。そしてより力を持ちつつあります。彼らのこの発展というのは、例えば非常に大きなこの訴訟に展開するつながることもあるわけです。一つ例を示したいと思います。消費者団体でありますが、コンシューマーアソシエーションインタイでの消費者団体の一つですね。そこでプロジェクトとしてさまざまな消費者を対象としたこのスマートバイということでのプログラムを展開しています。スマートバイというのはさまざまなコンテンツを提供し、これは消費者を対象にしたものですけれども、どうやって物を買うか、あるいは使うか、このメカシンという団体でありますが、ここがこういった活動を行い、さらにさまざまな製品を試験して、そしてレポートを発行するということをしています。その品質、信頼性に関してです。製品によっては化粧品であったり、あるいはサービス、 IT ツールなどがその対象となっています。スマートメカシンでありますが、今オンラインでこれを活用することができます。このコロナ禍がタイでスタートしたときに、このスマートバイメカシンというのが特に消毒液、この手指の消毒液に対しても製品によっては十分に基準を満たしていないということを報告しました。その成分等に問題があるということです。ということで、いわば不良品でありますが、それがいわば訴訟へとつながったということです。そのレポートが元になりました。 SCC ということですが、そこがいわば専門家を雇って訴訟対応する形になりました。現在このケースに関して
さまざまなメディアを賑わしています。メーカーですが、しっかりとその品質の製品の品質というものをしっかりとしたそのデータに基づいて実証する必要があります。 SC でその他の試験等も行われているということです。現在のところ、この全ての情報このお見せする時間はないんですけれども、この消費者団体が非常にポピュラーであるということで大きな力を持って積んでいるということです。 SEC 特にこの問題があるような製品については、こういった消費者団体が中心にこれを告発するということです。また製品のこの提言ですね、製品の良し悪しに関しての情報も提供しています。すべてがいわば十分、私の経験から言ってもそれで全てではありませんが、他の消費者団体もあり、大きな力を持ってこういった消費者のいわば生活、消費者生活に関する問題を提言しているところがあります。こういったただ問題に関してはまだまだ対応リソース不足であるということで、お互いの連携が必要な状況であるということはその通りであります。結論としまして、新たな課題をまとめています。一つは新たなソーシャルメディアの登場です。非常に力が強い、しかし場合によっては消費者を混乱させるものとなります。2番目はコロナの問題です。消費者の行動というのがこのコロナによって大きく影響を受けている。例えばロックダウン、経済危機ということで、彼ら自身の非常に大きな問題に直面しているということです。一つの例として、特に金銭的な問題がロックダウンのために生じているということ、消費者の保護はありますけれども、それが必ずしも全員に公平なものではないということ、しっかりとこの問題に関しては消費者教育という形でしっかりと解決対策を図っていく必要があります。そして高齢化社会、タイは高齢者が増えています。新たな技術に関しての対応というのが難しい。消費者問題に関しても特に高齢者と若者とはやはり対応の仕方が変わってくるだろうと。消費者教育ということでも高齢者を対象とした対応が必要となってくると、その世代間ギャップをどう埋めるかということです。そして消費者の会議でありますが、今消費者会議ということでより大きな力を持ちつつあります。新しいメカニズムということで、消費者の保護ですね、消費者の保護、消費者の関与というものをさらに高めるものとなります。でこういったものが当局あるいはビジネスとは別に独立した形でいわば促されるということです。新しいこういったコロナ禍の中で消費者会議、新たな活動が出てきたと。さらに消費者の保護を促し、そしてスキル知識を高め、新たな課題に対し、今述べましたような課題についても取り組んでいる、その大きな機会になるというふうに思います。ありがとうございます。エムパガテーチャーパイクン先生ありがとうございました。続いてベトナムダナン大学のツォンフェンガー先生からご発言いただきます。全体の時間があと10分ないぐらいとなっておりますので、時間内でのご発言をお願いいたします。皆様こんにちは。まず私の方からベトナムにおけるコロナ禍の中での消費者教育についてお話しします。次のスライドお願いします。
私の発表については3点あります。まずコロナ禍の影響、そしてベトナム政府などがどのように対応してきたかということ、そして第3に消費者教育、ベトナムにおける重要性、課題についてお話をします。次のスライドお願いします。まずベトナムの消費者に対するコロナの影響です。他国と同様に世界各地の消費者同様、ベトナムの消費者もまたコロナに大きな影響を受けました。ベトナムにおけるインターネットの利用が劇的に増えていきました。 95% 伸びたということで、新たな、ね、インターネットの使用がこのように急激に増えていきました。インターネットに大きく生活が依存するということになりまして、新たな問題にも直面してきたということです。また次のスライドお願いします。当時ベトナム政府などがどのように対応してきたかということですけれども、ベトナムの消費者関連の当局におきましては、さまざまな紛争であるとか、あるいは苦情処理というものが必要になってきました。そして第2に危機が高まってきたということで、保健省であるとか情報技術省などにおきまして、消費者への情報提供をさまざまな形で進めていきました。政府からの規制、あるいは規則などでの情報提供も増やし、そして消費者保護にも力を受け入れようということにしました。情報技術省においてもまた社会での対応をしてきました。そして問題対応に力を入れようとしてきたわけですが、次、これまでのところベトナムにおきましては、消費者教育の重要性ということが、特に危機の時代において、例えばコロナであるとかデジタル技術の発展といった時に重要だということではありますけれども、これは簡単に容易にできる課題ではありません。公式な消費者教育というものが現在はベトナムでは大学レベルでもなかなかないということで、我々としては焦点を絞って、そして消費者教育をきちんと行い、消費者に対してどうやれば自ら身を守り、そして
きちんとした選択ができるようにするということが、特にこうした危機の時代では重要だと考えます。また当局からの情報提供もより新しい最新の情報を提供するということが必要です。そして信頼性の高い情報提供というものが必要になってきます。そして正しい情報をきちんと検索できるシステムというものが必要になってきます。また緊急の時代における対応というもの、規制対応というものも必要になってきます。そしてベトナム、さまざまな課題を抱えているわけですけれども、消費者の NGO のネットワークというものもこれから必要になってくるというふうに考えます。そしてさまざまな活動を展開し、そして教育をし対応するということが必要です。現在ベトナムにおいて消費者 NGO の数はすごく限られています。将来的には NGO がより活動をし、そして消費者保護の役割を果たしてもらいたいというところもあります。以上です。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。トツオンフェンガー先生ありがとうございました。司会の不手際でもう想定していた時間を超えてしまっていますので、最後に坂部審議官の方から今 の皆様のご報告を踏まえてコメントいただければ幸いです。それでは手短に私の感じたこととかもご紹介いたします。まあ、国によってはですね、まだその公的な教育がこれからというところもあれば、今の話聞くと日本はそれなりに相当力を公的部門で入れているのかなと、特に中学高校中心ですね、消費者教育しか得ているのかなという感じがいたしました。またコロナ禍においては特に情報提供が非常に大事だということをアジアの方の先生方もおっしゃられましたけど、日本においても当然それは学校でというよりはむしろ役所そのものがですね、消費者庁なり国民生活センターなりが、と他省庁も含めてですね、政府としても非常に情報提供が大事だということで、しかも信頼できる情報が大事だという声も非常に多くの方々からありまして、それも力を入れています。また SNS 使ったような広報も非常に大事じゃないかということは、それはもう全く我々も同感でございまして、いかにその情報がですね、大事な人たちに届くかということも大変、そこは皆各国同じようなですね、問題意識を持っていらっしゃるのかなというのを感じた次第でございます。簡単ですけれども以上のような感想を持ちました。坂部審議官ありがとうございました。最後に私の方からのまとめですが、冒頭で申し上げましたように、本日のこのシンポジウムが今後の消費者教育におけるアジアモデルを示す第一歩となるのではないのかということを申し上げましたが、皆さんのご報告を伺ってまさにその通りだと思いましたし、本日のシンポジウムは本当にその第一歩として大きな意義を持つものになったと確信をするに至りました。ご登壇いただいた皆さん誠にありがとうございました。以上をもちまして第1部パネルディスカッションを終了いたします。登壇者の皆様ありがとうございました。そしてリモート参加の皆様もありがとうございました。それでは続きまして第2部パネルディスカッションへ移ります。コロナ禍での消費生活相談の傾向、どのように対応すべきかをテーマにディスカッションを行ってまいります。それではパネリストをご紹介いたします。まず1人目は国民生活センター理事川口紀子様。
続きまして、リモート登壇のパネリストをご紹介いたします。フィリピンよりご参加いただきます、貿易産業省消費者保護グループ次官、ルース・カステロ様。こんにちは。フィリピンからご挨拶申し上げます。続きまして、タイよりご参加いただきます、消費者保護委員会事務所国際協力室長、ウィボンラット・ウィム・テイリア・ピロム様。続きまして、ベトナムよりご参加いただきます、通商産業省消費者競争局担当官、ファム・フォアンロン様。通商産業省消費者競争局担当官、ホワン・ビック・トゥイー様。皆様こんにちは、ドン・ホン・ロンと申します。ベトナムから参っております。そして私の同僚も隣におります、キューさんです。モデレーターは消費者庁新未来創造戦略本部総括室、室伏春隆室長が務めます。なお、日下部次長は引き続きパネルディスカッション第2部の議論にも参加していただきたいと思います。それではモデレーターの室伏室長、進行をお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、モデレーターを務めさせていただきます新未来創造戦略本部、総括室長をしております室伏と申します。本日はよろしくお願いいたします。パネルディスカッション2ではでは、コロナ禍での消費生活相談ということで、日本、フィリピン、タイ、ベトナムの消費生活相談のですね、体制について状況を確認するとともに、コロナ禍においてどのような相談事例が増えているかなどについてですね、確認していきたいと思います。パネル1同様ですね、冒頭各パネリストの皆様方から5分程度で各国の状況をご説明いただき、その後残った時間で議論をできればと考えております。パネル1の方ではですね、ご説明の方がかなり白熱してですね、時間がちょっと押してしまったということがございますので、可能でしたらパネル2の方はですね、冒頭の説明を、5分というのを一つの、イメージ持って目安としていただいてですね、余った時間で議論が可能であればできればというふうに考えてございます。では早速でございますが、時間も限られておりますので、まず私の方からですね、日本の消費生活相談の概況という資料に基づきまして、日本の消費生活相談の状況ですとか、最近の取り組みを紹介したいと思います。日本の消費生活相談の件数ですとか、コロナ禍でどのような相談が増えているかについては、国民生活センターの川口理事の方から後ほどご説明いただければと考えております。では早速でございますが、私の資料の1ページ目、次のページお願いいたします。はい、こちらでございますが、消費生活相談のイメージということで資料を作成しております。まず左下の相談窓口の設置状況を見てみますと、2015年以降ですね、広域連携も含め全国の市町村に消費生活相談の窓口、以下消費生活センターと、この場では言わせていただきますが、それが設置されているという状況でございます。左上の方の図を見ていただきますと分かるように、消費生活相談はですね、主に電話もしくは対面で相談することができる状況になってございます。電話についてはですね、ここにも書いてございますが、188消費者ホットラインに電話していただければ、最寄りの消費生活センターにつながるという仕組みとなってございます。消費生活センターではですね、右側の方を見ていただきまして、パイオネットと呼ばれる全国の消費生活センターに寄せられた消費生活相談情報を収集するシステムに相談情報を入力し、その情報ももとにですね、消費者庁では分析などを行い、件数が多い相談ですとか重要な情報、こういったものについてはですね、消費者に対する注意喚起や情報提供などですね、消費生活に生かしているというふうな仕組みとなってございます。消費生活センターはですね、消費者庁からの注意喚起情報等も含め、相談者に対してアドバイスを行ったりですね、
必要な場合は相談者事業者との斡旋も行うというような仕組みとなってございます。右下にですね、消費生活相談員数書いてございますが、まあ、3000人を超える人数がいるという状況でございます。それでは次のページに進んでください。資料2ページ目はですね、日本の消費者行政の仕組みを、概念図としたものを、体系図としたものとなっております。時間も限られておりますし、1ページ目との重複もありますので、詳細の説明は省略いたしますが、一点ですね、消費者団体訴訟制度についてせっかくですのでご紹介させていただければと思います。一つ目のポイントとしまして、消費者と事業者との間にはですね、情報の質、量、公表力、こういったものに格差があることですとか、二つ目のポイントとしまして、訴訟には時間、費用、労力がかかって少額被害の回復に見合わないことですとか、3つ目としまして、個別のトラブルが回復されても同種のトラブルがなくなるわけではないこと、こういったことを踏まえまして、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与した制度が日本にはございます。それが適格消費者団体ですとか、特定消費適格消費者団体になります。資料でいきますと、下のところですね、真ん中の下のところをご覧ください。でこうしたですね、適格消費者団体が例えば事業者の不当な勧誘、契約条項の使用表示について収支を求めることができる差し止め請求ですとか、特定適格消費者団体が事業者の不当な行為により生じた財産的被害を集団的に回復するための被害回復、こういったものが日本には制度としてございます。それでは次のページ、3ページ目に進んでください。続いて3ページ目としまして、新たな相談体制の検討ということで、消費者庁および戦略本部がですね、進めている、実証実験をですね、簡単に紹介させていただきたいと思います。まず左側の青いところを見てください。一つ目のポイントとしまして、SNS の利用増加に伴って若者を中心に電話を利用しない傾向がございます。それは右側にグラフもつけておりますが、やはり10代、20代を中心に、電話というものをですね、そもそもコミュニケーションで使わずに、オレンジのですね、ソーシャルメディアを利用するという傾向がございます。でそれに伴って2つ目ですね、左側の2つ目、若者からの消費生活相談件数が減少傾向にあるという現状がございます。右側のグラフご覧いただければと思います。当然ながら各年代ですね、人口が違いますので、人口別にですね、年代別に人口1万人あたりの消費生活相談件数をですね、右側取ってございますが、このように人口の数を調整してもですね、左側の方の若い方、40代以下の相談件数っていうのは、減少傾向にあるという状況がございます。で左側の3つ目でございますが、成年年齢の引き下げ、これは先ほどのパネル1のディスカッションですとか基調講演の時も話ありましたが、日本では2022年より成年年齢の引き下げがございます。そうすると18歳から19歳の消費者トラブル増加も懸念されるという状況でございます。でこうした状況を踏まえまして、若者がですね、活用する SNS を使った消費相談ができないかというものを今実証実験を行っております。次のページお願いします。具体的なイメージとしまして、こちらのページに書いてございます。相談者をですね、LINE を使って相談を行って、で対応者の方はですね、右側の方の写真のようにですね、相談事例を受け取ってそれに対して LINE で回答すると、こういったものができないかということで、一昨年度今年度とですね、実証実験ということで期間を区切って、またエリアを区切ってですね、実証実験を行ったところでございます。こうした実証実験の結果も踏まえてですね、今現在こういった LINE 相談を入れた場合のマニュアルというものをですね、作れないかということで作業を進めているところでございます。こうしたものを進めることによって、将来的にはこういったですね、 SNS も活用して、若者からもですね、相談がどんどん来るような、こういった体制を作っていきたいというふうな工夫もしているところでございます。時間もありますので、私からの説明は以上としたいと思います。続きまして、パネリストの方々からも、順番ごとにご発言いただきたいと思います。まずは日本国民生活センターの川口理事からご説明お願いいたします。皆さんこんにちは、国民生活センターの川口のり子でございます。どうぞよろしくお願いします。本日はこのような機会をいただきまして、どうもありがとうございます。私からはコロナ禍における消費生活相談の概要についてご報告をさせていただきます。
次のスライドをお願いいたします。こちらの、グラフは消費生活相談の年度別総件数の推移を、示したものでございます。2003年2004年に訴訟最終告知のハガキが届いたが覚えがない、利用した覚えがない請求を受けたなどの架空請求に関する相談が増加して、2004年度の相談総件数は192万件まで増加しました。その後は減少しており、2019年度は93万5000件で、2018年度99.6万件に比べ減少しております。次のスライドお願いします。新型コロナウイルス感染拡大による新しい生活様式の実践例に通信販売の利用が示されました。パヨネットによると、インターネット通販のトラブルの割合は増加傾向にあり、2020年4月以降は相談全体の 30% 前後で推移しております。健康食品や化粧品で通常よりも低価格で購入できると広告をする一方で、複数回の購入が条件となっている定期購入トラブルに関するものが目立ち、未成年者のトラブルも見られました。洋服やカバン、靴などの身の回り品に関する相談件数が増加しており、注文した商品が届かない、粗悪品、模倣品が届いたなど、詐欺的な通販サイトに関するトラブルが見られました。またインターネット通販を使い慣れていない方からのトラブルも見られました。マスク、体温計、消毒用品などの感染対策商品に関して、2020年2月以降高額な値段で販売されている、商品が届かない、粗悪品が届いたなどの相談が、多数寄せられました。6月以降は混乱状況も落ち着き、商品が手に入るようになって相談件数は減少しました。映画配信サービスを含むデジタルコンテンツでは、退会したはずの動画配信サイトの料金が請求されているなどの相談が寄せられました。スマートフォンやゲーム機を用いたオンラインゲームに関する相談も目立っています。未成年の子どもがオンラインゲームで高額な課金をしてしまったといったケースが、特に小中学生の男子に多く見られました。休校により子どもの在宅時間が増え、家でゲームを、していたなど、新型コロナウイルス感染拡大による休校の影響と思われる事例も見られました。次のスライドよろしくお願いします。続いて新型コロナウイルス関連の消費生活相談の概要についてご報告します。パヨネットによると、2020年1月から2021年2月に受け付けた新型コロナウイルス関連の消費生活相談は約8万7000件となっております。2020年4月には2万件以上の相談が寄せられましたが、最近では月3000件程度となっております。すでにお伝えしましたマスク以外では、旅行や宿泊のキャンセルに関する相談が寄せられました。2020年4月に緊急事態宣言が発令されると、スポーツジムやヨガ教室、結婚式場の解約や解約料に関する相談が多く見られました。2020年3月にはトイレットペーパー、4月5月には消毒液や体温計の品不足に関する相談も目立ちました。消毒液については、品質や表示に関する相談もあり、市販品のエタノール濃度や表示を調べるなどして3回の情報提供を行いました。2021年1月以降には、パルスオキシメーターの相談が急増しました。新型コロナウイルスに便乗して行政機関などを語り、個人情報やキャッシュカード、銀行口座番号などを騙し取ろうとする悪質商法の相談も入っております。国民生活センターでは、2月28日に新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意として速報を公表して以降、速報8回、まとめ公表7回行い、タイムリーな注意喚起を、してまいりました。
また新型コロナワクチンに関する相談も見られ、ワクチン接種に関する怪しい電話やワクチン開発の投資話なども、見られております。今後も引き続き便乗した悪質商法などが発生していないか注視し、適時適切な注意喚起を行ってまいります。私からは以上でございます。川口理事、ありがとうございました。続きまして、フィリピンのカステロさんからご説明をお願いいたします。皆様こんにちは。フィリピンからご挨拶を申し上げます。フィリピンにおける苦情対応ということでお話をさせていただきます。スライド見えますでしょうか。スライドお願いします。ご覧のように政府はどこでどのように消費者の苦情を受け付けているかということですけれども、コロナ禍ということもありまして、まず貿易産業省においてのウェブサイトで苦情をどのように受け付けるかということが説明されております。持ち込みであるとか、あるいは E メールなどで苦情を受けております。または DTI のホットラインというのがあります。そこで受付をいたしますし、 SNS でも受け付けています。また携帯番号もあります。そして正式な E メールアドレスなどがあります。こうしてコロナ禍においては実際人の動きというのが感染を恐れて限定されているということで、デジタルで苦情を出す人が増えてきております。また E 取引がデジタル取引が急速に増えているということもありまして、デジタルシステムでの苦情受付も増えています。そして DTI の管轄外である苦情が来た場合には、適切な政府機関に付託するということも行っています。2019年以降 600% DTI の保護消費者保護グループでの苦情が増えております。2019年時点におきましては1万1000以下でありましたが、2020年になりまして6万件になりまして、今年1月3月におきましてはもうすでに8000件の苦情が来ております。次のスライドですけれども、どのような苦情が来ているかということで、コロナ禍での背景ですけど、最も数が多かった苦情というのは、虚偽の不当、非良心的な販売行動や慣行です。これに関してはフィリピンの消費者法違反です。2つ目に大きかったのは製品サービスの不備欠陥に対する責任です。そして3つ目、これはインターネットの接続不備です。そして次のスライドですけれども、消費者保護グループがこうした苦情処理に対してどのように対応するかということです。言いましたようにホットラインを通してであるとか、あるいは E メールで送ることもできるわけですけれども、あるいはここの出ているような実際の郵送するということも、また SNS もあります。そしてプロセスチャートとしては、例えば裁定をするということですぐに対応することができます。調停をして、そして当事者で合意をするということもできますし、調停ができないということになれば裁定ということになります。またデジタル取引法の下では苦情処理方法として、例えば
それぞれの政府当局にも出すということができます。ここでは情報管理技術省が対応していくということができますし、またフィリピンの貿易担当官に対しまして世界各地で苦情を申し立てるということができます。これは各国のフィリピン大使館に対していくつか対応するところができています。また消費者保護 ASEAN 委員会におきましてもオンラインでの紛争管理解決などもやっています。そしてこうした紛争解決システムが迅速に問題対応ができるということになります。またプロセスにおきましてオンライン紛争解決を今確立しようということで、これをさらに ASEAN にも広げていきたいと思います。次のスライドですけれども、フィリピンで実際どのような形で消費の苦情を知るかということで、持ち込みであるとか電話とか SNS、E メール、あるいは郵便であるとか、あるいは消費者機関などで KATBP という左上に書いてありますけれども、これにどのように対応するかということですけれども、スクリーンの左上の箱の中に書いておりますけれども、これは消費者保護グループ DTI の中で対応しているグループですが、こうしたところでまず苦情がするとそれを確認するということで、そして DTI の管轄かどうかということで見ていきます。そして調停が最低調停が解決できなければ裁定をするということです。また決定を受け入れるか受け入れないかということで、例えば DTI 大臣に控訴を申し立てるということもできます。そして DTI の管轄外ということになりますと、適切な政府省庁に対して付託をするということです。そして DTI の州事務所というものも各地域にあります。そしてそれぞれの管轄区におきまして苦情処理をするということが必要です。そして次のスライドですけれども、これからどのような形で消費者苦情処理をやっていくか、あるいは改善をしていくかということで、ソーシャルメディアもたくさん使っています。 Facebook も Instagram もあります。そしてフィリピン外の人たちが我々のホームページを見て対応していくということができるということもしております。ソーシャルネットワーキングをこのように活発に使っていくということが我々にとって消費者苦情処理に重要になってきています。またこのように現在申し上げましたように消費者の苦情処理というのがどんどん増えてきております。特にコロナ禍これが増えてきているということで、苦情処理にあたる人々の人員の増加ということも必要になってきますし、現在データベース管理システム開発を行っています。特にオンライン取引に関してです。どういう形で業者を見つけるか、そしてどのように対応していくかということ、そして苦情が出たときにどう対応するかということで、データベース管理システムの開発をして、そして消費者にとってもこれを使うことによって問題解決がしやすくなるというふうに考えています。フィリピンにおけます DTI はこういう形で活動をとっております。そしてこうして消費者苦情に対応しております。ご清聴いただきましてありがとうございます。カステロさん、ありがとうございました。続きましてタイのウィムさんよりご説明をお願いいたします。こんにちは、ミンと申します。タイの OCPB タイ消費者保護委員会事務局で仕事をしています。次のスライドお願いします。まず、はい、こちらで結構です。まず最初に、我々のところに寄せられる苦情について2020年2021年ということでコロナ禍の状況での苦情をまとめたものです。でこの全てですね、こういった苦情に対して我々対応しています。そしてさらに苦情に関して我々の当局ですね、監督のもとに次に進めるということをしています。でここで電子商取引であるとか、また賃貸契約、製品規格、契約違反
不良品、また美容クリニック、分割払い、不動産、また税金安全性に関する苦情、さらに運送、あるいはいわば輸送に関する苦情がありました。でこういった形で苦情が寄せられているということで、それぞれの担当官が対応する形になります。次のスライドです。でご存知の通り、コロナ禍ということで、去年の1月ぐらいにスタートしたわけですが、ここからこの消費者の苦情件数についてまとめています。で特に旅行に関連してですね、航空券の予約、その払い戻しが受けられるのかどうかといったような苦情がありました。またこの航空券に関しては特に1302ですねの件数であります。それが突出していました。そして2番目が旅行、特にトラベルエージェンシーに関してのものです。でそして311例、それに続くのが分譲マンションの、これもキャンセルに関してのもの、さらにこの紛争としては物品サービスに関連するもの、これ実際に物を受け取ったときに、例えば物が違う、あるいは不良品であるサービスの契約違反があった等のものです。その後代理店に関するものが入っています。次のスライドお願いします。 OCPB としましては、こういった苦情を受けた上でそれぞれの対応しています。で2019年以降でありますが、特にコロナ禍においてはやはりこのエージェントとしてですね、さまざまな規制を行っているわけですが、直接この消費者と対面することができないといったような問題があります。で例えば場所によってはですね、例えばそれが外国であったり、あるいは例えば香港から苦情があることがあるわけですが、そこでは政府間の協力というのが必要になってきます。あるいはその他の関係者の協力が必要となるということです。次のスライドです。でここで示しているのは、難しい事例に関してです。で特に苦情ということでは対応が難しいのが、例えば航空会社ですね、特に海外の航空、あるいはトラベルエージェンシーを介しての購入です。で情報がなかなか入手できない、フライトがキャンセルされたということで、例えばその場合にはエージェント、トラベルエージェントをですね、旅行業者を通してキャンセルしないといけないわけですけども、すでにその旅行者が対応できないというような状況になっていると。また日本、あるいは韓国とですね、その関係者、航空会社の関係者と協力を取るというような形をしています。また短期滞在詐欺事件ですね、こういったものも難しい事案だと言えます。ありがとうございます。ウィブさん、ありがとうございました。続きましてベトナムのロンさん、ツイーさんからご発言お願いいたします。ベトナム BCCA のロンと申します。まず主催の皆様、本日の国際シンポジウムに参加させていただきましたことを御礼申し上げます。消費者保護法はベトナムにおきまして2011年に施行されまして、その後ホットラインを設けました。消費者相談への対応、苦情であるとか、また
消費者保護に関連する活動をベトナムで行っております。2015年には我々のシステムをアップグレードして全国フリーダイヤルにしました。1800-6838という番号です。1800-6838ということで、6838というのは NTDB に対応しまして、これはベトナム消費者という頭文字になるわけです。そしてこれを全国ベースのホットラインにしまして、消費者に関する全国データベースも作りまして、これを事業にも結びつけ、そして他の政府当局、世界各地の消費者保護などにもこのシステムに参加してもらいます。次のスライドです。このシステムの狙いと目的ですけれども、消費者の苦情に対応するため、中央政府から地方政府までワンストップソリューションを提供するということで、ベトナムというのは縦に長い国でありまして、北から南に長いわけです。3つの大きな地域があります。北部、中部、そして南部と分かれています。そして63の州がありまして、消費者保護、政府当局などが各地域にあって、これが工業通商産業省の中に入っています。それから NGO も消費者保護ということで、57の消費者保護協会なども関わりまして、協力して消費者からの苦情処理に対応しています。このシステムを作った時には、消費者保護がまず一つでありまして、そして苦情を受け入れて対応するということで、消費者に比べましてはさまざまなチャンネルを介して消費者の苦情を出すということができます。例えば Facebook のページであるとか YouTube のチャンネルもありますし、来年になりましたらソーシャルメッセージサービスも提供します。すなわちメッセージを送るということができますし、来年は AI をさらに開発されまして、消費者への対応をよくするということで、また共通のデータベースというものを作るということで、国全体の消費者保護に力を入れております。各地域におきまして、さまざまなレベルでの対応というものが必要となるということで、地方自治体へのサポートということでシステムを統合化するということで、全国の消費者が同じレベルでの対応がどこからでも得られるようにするということに力を入れております。それによりまして、消費者相談であるへの対応をより効果的にしたいと考えています。そして消費者保護協会とも協力をし、通商産業省なども協力をしていますし、そして国の機関、そして消費者の利益保護に参加している組織等が協力することを奨励促進しています。先ほど室伏様のお話もありましたように、我々のシステムは日本とも共通している部分があります。政府当局だけではなくて、これは消費者保護に関わっている省庁だけではなく、その他の関連機関、例えば運輸省であるとか、また保健省であるとか、さまざまな、また公職機関などとも協力をし合うと、関連する省庁とも協力をするシステムを作っています。そうすることによって、消費者が製品から受ける問題などへの対応ができるようにします。次のスライドですが、2020年でこのスライドを見ていただきますように、最も多くの苦情を受けておりますが、 50% 近くが輸送サービス車両関連ですけれども、これはコロナにおけるロックダウンとの関連でもあります。
ロックダウンによって例えば他の国に飛行機で行けない、国内でも飛行機を使うことができない、そうするとエアラインに対して返金を求めるわけですけれども、エアラインからのそうした情報、返金の情報というのが非常に明快でないということがありまして、多くの苦情が寄せられました。これで輸送サービスやる部分が苦情として大きいということです。そして我々としては航空会社など輸送サービスであるとか車両関係の企業とも密に連携を取るようにしています。こういう情報を受け取りますと、明らかにしなければいけないのは何日以内に消費者への返金がなされるかということを明確にするということが必要です。2番目に苦情が多かったのが金融保険銀行関係です。この中でほとんどは交渉によって対応するわけですけれども、ベトナムにおける消費者保護法におきまして4つの公式な方法というのが苦情処理とかあります。まず出荷交渉、そして仲裁であるとか、あるいは裁定であるとか、そして4つ目というのが裁判です。消費者に対してまた企業に対して調停の前に裁定の前に調停をすることを奨励していますけれども、あらゆる形での苦情処理が可能となります。次のスライドです。これはホットラインの1800-6838ですが、2011年にベトナムにおける消費者保護法が施行されましたが、その時にはまだホットライン着信総数が26、そしてこれがどんどん増えてきております。2012年が263、そして劇的に2016年以降から増えてきたということで、システムのアップグレードをその後していきました。そして2017年は義務にアップグレードしなかったということで数が下がったというのがあります。そして2017年にアップグレードをした結果といたしまして、2018、19、20年劇的に着信総数が増えてきています。すべてはきちんと記録され、そして技術によって保管しております。そして中央政府においても地方政府においてもこのシステムに参加をし、消費者との相談を受けています。各地域における内容であればそれぞれの州によっての担当省庁に対して振り向けるということのシステムをつけております。現在システムは完全にアップグレードされてきております。また他の政府当局あるいは消費者協会ともこのシステムネットワークの中に参加をしてもらうということを奨励しています。また他国からの関連も受けたいと思います。昨年数百件の韓国からのやり取り、そしてオーストラリア、シンガポールとのやり取りもありました。消費者からの苦情などのやり取りということがネットワークで進めていきましたけれども、これはベトナムの事業者とのコンタクトを取って、そしてそこで苦情処理ということができたわけです。全てこれ秘密保持というものがきちんとされます。そして一つのシステムで苦情が来た場合にこれを対応するということになっております。これが私の最後のスライドであったかと思います。何か質問がありましたらまたお受けします。ありがとうございました。ロンさん、ご説明ありがとうございました。ここまでのお話を踏まえまして、これより残された時間で具体的な議論をしてまいりたいと思います。まずコロナ禍でですね、いろいろな、情報が増え、相談が増えているというご説明いただきました。で、まず最初の、論点としまして、ベトナムですとかフィリピンではですね、コロナ禍で非常に全体の相談数件数が急増しているというご説明いただきました。で、フィリピンの、カストロさんのご説明では、人員確保、相談員の人員確保等も今後目指していきたいというご説明もあったかと思います。
。でこのコロナ禍でこれだけ急増した場合にですね、既存の相談員の数で果たして対応できたのか、まあ、できてないとしたら、まあ、どういうふうな効率化するとか、どうやってしのいだの、まあ、対応したのかっていうのを、まあフィリピンとベトナムからご説明いただきたいのとですね、あと日本とタイにおかれましては、まあコロナにおいてですね、どんな相談が増えたかというご説明あったかと思いますが、全体の件数としてですね、足元どのような感じになっているかというものを追加でご説明可能な範囲でいただければと思います。ではまず川口理事からお願いいたします。日本の状況ですけれども、コロナ禍における特徴的な相談の内容につきましては、先ほどご説明をさせていただいた通りでございます。で全体の件数ということ でこれは2019年度が93万件ということでご報告させていただきましたけれども、今年度はまだ途中ではございますが、2月末の状況で80万件弱といった状況でございます。でこの昨年度の同期とほぼ同じ件数で推移をしておりますので、全体の件数ということでは昨年と同等ではないかと思われます。はい、ありがとうございます。じゃ続きまして、先にタイのウィムさんの方からタイの全体の足元の件数の動向について可能な範囲でご説明いただけますでしょうか。ありがとうございます。スライドの中でもお見せしたんですけれども、苦情に関して言えば、トータルで昨年度をですね、2019年度になりますけれども、だいたい 30% くらい、だいたい、3万5000去年がさらに9万件ぐらいに伸びましたというふうに増加しています。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、フィリピンのカステロさんからですね、フィリピンの方でですね、コロナもあって、2019年から2020年、また2021年の足元、非常に相談件数が急増しているというご説明あったかと思いますが、この急増している相談に対してですね、例えばその既存の相談の、体制で対応できたのか、それとも何か工夫している点とかございましたら、既存の対応について可能な範囲でご説明いただけますでしょうか。はい、先ほども申し上げましたように、苦情の数というのが 600% 2019年から2020年で伸びました。そしてフィリピンで政府の省庁が再び業務復帰ができた段階で、さらに人材の確保を行いました。消費者苦情が増えているということで人を増やしました。ありがとうございます。続きまして、ベトナムの、ロンさんの方から、この急増した、相談に対してどのような対応されているか ご説明いただけますでしょうか。ベトナムにおきましては、苦情の数が増えたということ、特にコロナ禍において増えたということ、消費者教育をしております。ケースバイケースでの対応をしていこうとしております。ベトナムにおきましては、9800万人の人口で、全ての人たちが同時に文句を言ったならば全部に対応ができないということがあります。したがって我々としては、できるだけ情報をこちらから出しています。どうやったら自ら保護ができるかと、消費者保護について活動しています。例えば先ほどのエアラインの場合には情報をきちんと出すようにしています。いつ返金ができるのか、航空会社からどのぐらいの日程で戻ってくるのか、どのぐらい戻ってくるのか、こうした情報を我々のチャンネル、 Facebook とか YouTube などで出す、またはビデオでの情報提供、またアニメ的な情報提供などもしております。そしてウェブサイトでニュースとして出すと、そして他のニュース関連の会社とも協力をして情報提供したりしています。そしてタスクフォースを作りました。消費者の苦情対応のタスクフォースというものも設けました。そうすると消費者について対応がしやすくなってきております。以上です。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。次の点としまして、私の説明でも冒頭していましたが、例えばその高齢者はですね、ごめんなさい、若い人がですね、なかなかその電話を使わずに、消費者相談がなかなか件数が増えないとかですね、あとは、高齢者一般的によく、SNS とかを使うのがなかなか困難で、電話とか対面を好むという、指摘もございます。で、こうした中ですね、やはり一方でその高齢者の方ですとか若い方というのは消費者被害に遭いやすいという指摘もあります。でこうした時に特にその若い方とか高齢者の方に特に注意してですね、情報発信するとか相談するとか何か重点的に力を入れている点があればですね、ご説明いただければと思います。例えばその日本だとですね、私最初に相談したよ説明したように若者に対してはですね、 SNS の導入を心がけてですね、何かその相談件数増えないかっていうことも今試みているところでございますし、高齢者の方に対してはですね、見守りネットワークというものをですね、どんどん推奨してですね、地域において見守る体制を作ろうということを日本では進めているところでございます。でこのようにいわゆる脆弱な消費者と言われがちなその若者ですとか高齢者の方に対して特に消費生活相談で力を入れている点が何かございましたら、それぞれご紹介いただけないでしょうか。じゃまず川口理事からお願いいたします。ありがとうございます。と、昨今インターネットとか SNS とかを舞台とした消費者問題が年齢を問わずに増加しております。で、これらの問題に対処する必要性と考えて、ホームページとか SNS とかで適切な方法で注意喚起を行っていくことは大変重要だと考えております。特にですね、日本では2022年 の, 成人年齢引き下げが目前に迫っておりますので、若者に向けた新たな情報発信に取り組んでおります。2019年度にはインフルエンサー漫画家とのコラボで作成した漫画をツイッターで配信して、で2020年度には10代女子をターゲットに絞り、それらに影響力のあるウェブメディアとタイアップして直接情報を届けました。でこれらの拡散の効果は大変大きく、広く情報発信を行うことには有効な手段であると手応えを感じております。でなかなか若者って文字が多いと読まない傾向があると言いますけれども、視覚的に訴求して、見てもらえるような情報発信で、今後も若者が興味がある領域に入り込んでの啓発活動を行って参りたいと思っております。で、一旦高齢者も続く、はい、少し長くなりますけれども、高齢者とか障害者、子どものトラブル防止ということで、見守り情報の発信を行っております。今起きている、高齢者障害者子どもに関する悪質商法の製品による事故情報などをいち早く伝えるメールマガジンを発信しております。で、高齢者や障害者本人や見守る方を対象としたメールマガジン見守り新鮮情報は2019年度は29回、あと、子どもや子育てをする方を対象とした子どもサポート情報は、2019年度は14回発信しました。イラストが入ったリーフレット版はトラブル防止のための啓発用資料としても、ご活用してもらっております。私からは以上でございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、フィリピンのカステロさんより、何かその若者ですとか高齢者に重点的に取り組んでいるものがございましたらご紹介お願いいたします。はい、フィリピンにおきまして、特にコロナ禍において若い人や高齢者は外出がなかなかできなくなってきております。そこで専門の電話ホットラインを設けて苦情を出して受け付けておりますが、 SNS も設けております。若者高齢者向け、それで先ほども言いましたようにテレビやラジオなどで同時にプログラムを展開しています。その番号に連絡をすることができるというものです。そうすることによって消費者側からの苦情を出しやすくしていますし、さらに
省庁から企業に対して消費者に対してさまざまなメモランダムを発出しております。特にコロナ禍における対応をこういう形でしています。ありがとうございました。続きましてタイのウィムさんから、何か、若者ですとか高齢者に対して、重点的に取り組んでいる施策がございましたらご説明をお願いいたします。特にですね、若い人での問題というのはそれほど多くない、深刻には考えていない、深刻なものとはなっていないと思います。我々はきちんとチームユニットがあってですね、チームを組んでやっています。しっかりとしたキットを準備したりと、ただ高齢者の場合には少し問題があります。特に地方の方に住んでいる人たちですね、高齢者の場合にやはりインターネットが使えない、あるいはこういったスマートフォンなどが使えないといったような場合がありますから、しかし場合によってはスマートフォンも使うこともあります。ただし接続が難しいとか、また教育の問題というのがあります。できるだけ他のエージェンシーと協力してですね、その特に地方に住む高齢者に対してどう対応するかということを取り組んでいます。でドキュメントを文書で出したりですね、その他のいろんな手法を取って頑張っています。ありがとうございます。ありがとうございました。続きましてフィリピンのロンさん、ツイさんからご説明をお願いいたします。この件に関しましてはツイさんの方から答えてもらいます。皆様こんにちは。高齢者と若者につきまして、脆弱な人々を対応にしてということで、消費者保護ということで、こうした脆弱な人々の対応に直に力を入れております。こうした人々に対する意識向上ということで、彼らにフォーカスを当てた活動もしております。特に若い人たちに関しましては、学校教育での保護に力を入れますし、近い将来におきましては、プログラムを作って、そして消費者保護意識向上に力を入れています。高齢者に関しましては、ベトナムの消費者協会と協力をしまして、高齢者への対応に活動に力を入れております。それによって消費者保護を高めています。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。時間の方もだんだんと残りが少なくなってきましたので、ここまでの議論を踏まえまして、日下部審議官から何かございましたらお願いいたします。コロナ禍の中でどのような相談があったのかというのは、各国かなり似ているものがあるなというふうに正直思っています。例えば飛行機のキャンセルの話とか、旅行のキャンセルというのは日本でも非常に大きな問題となっている。同時に今日いただいたいろんな東南アジアの国でもですね、同じような非常に課題があったのかなというふうに思いました。またそれぞれ相談件数は単純に比較できるようなものなのかというのはちょっと分かりませんけれども、それなりに皆さん統計取っているところではですね、コロナの関係の相談も非常に増えたということで、日本もですね、非常にコロナ関係の相談というのも増えていたということで、そういうところもかなり共通しているところがあったかなと思っております。また先ほどもありました、若者に対してどのようにして相談を受けられるようにするのかということで、やっぱりこれからの時代 SNS が非常に大事じゃないかということは、その通りで日本においてもですね、なかなか若者は電話もしないし、初めてのところに行きたがらないので、まずは SNS でハードルを低くして、そこから苦情処理なりにですね、こうつないでいくというのは、我々も今ちょっとどのようにやったらいいのかというのは、日本としても今試行錯誤していると、いったようなところでございます。また高齢者のことについてですね、ちょっと見守りっていう話も日本では出ましたけども、日本の場合は一般的にですね、注意喚起みたいな、特に高齢者だからとか若者だからってことなく、中央政府、それから地方政府、そういうところを中心にですね、いろんな注意喚起は日々今出しているし、また悪質事業者があれば政府の方がですね、あるいは地方政府の方がその法律に基づいた権限を行使して取り締まるということもやっております。また
高齢者の、なかなか高齢者の中にもですね、そういうアクセスしやすい人もいればですね、なかなかもう認知も含めて非常に苦労されている方もそれなりに、いらっしゃいますので、そういう方をいかに被害から防ぐかということを考えますと、やっぱりそれらを見守る方々が必要だろうということで、日本では消費者安全法という法律に基づいてですね、見守りネットワークというネットワークを作ると。で、それは見守る人が集まるネットワークということで、そういう方々が極力高齢者を見守るときに消費者問題に対するアンテナを高くしてですね、そこで問題に気づいたら速やかに対応していただくと。例えばその地元の方がですね、高齢者の家を見守っているときに何か不審な点があれば、そこで早めに消費生活センターにつなぐということによって被害を防ごうというのが今の基本的な一つの考え方であります。ただなかなかそういうネットワークがきれいに全国でできるかというと、そう簡単にできないので、今そこも非常に日本としては今苦労して検討していると、取り組んでいるということでございますので、ちょっと海外においてもし日本ほど高齢化が進んでないと思いますけれども、非常に参考になることであればですね、海外の方々にももし日本の事例今こうなってるとかあれば、また別の機会にですね、非常にご説明することもしたいなと思っているところでございます。今日は非常にコロナに関してもですね、皆さんどこも同じような苦情なり苦悩を抱えてるんだなということも分かった非常にいい会になったかなと思っております。ありがとうございました。議論はつきませんが、予定の時間のもう残り数分となっておりますので、大変残念ではありますが、最後をまとめさせていただきたいと思います。今回ですね、コロナ禍における消費生活相談ということで議論を進めてまいりました。先ほど日下部審議官の方からもご説明ありましたように、各国ともですね、同じような問題を抱えている、例えばそのコロナに関連して相談数が急増しているですとか、それに伴って、人員の確保、こういったものを進めているところもあるということも確認できました。また、コロナによって人の移動が制限される中でデジタル化を進めているというご発言もあったかと思います。これについても各国共通の課題なのかなというふうに考えます。また消費生活相談もですね、どんどん各国とも充実していく中で、データベース化を進めているというご発言もあったかと思います。日本においてもですね、先ほどご説明させていただいたようにパイオネットという全国のデータベースございますので、こういった分野でもですね、協力できる点がございましたら、今後もですね、同じアジアの国として協力していければというふうに思います。またそれ以外の点としまして、高齢者への対応という点も議論としてあったのかなと思います。私事ではありますが、私もタイにですね、勤務で3年間行っておりまして、東南アジアの状況とかもいろいろと分析しているとですね、東南アジア、含めてアジア全体的にですね、少子高齢化が進む中でどんどん高齢化が進んでいるかと思います。でこうした中、日本ではですね、先ほど簡単にご説明させていただきましたように、見守りネットワークの推進とかですね、そういった高齢化社会にも対応できるようにですね、取り組みの方を進めております。こういったところもですね、タイのウィムさんからもですね、特にその地方における高齢者への相談どうするかっていうものも課題だというご発言もあったかと思いますので、こういった分野でもですね、いろいろとご協力できるところはご協力していければというふうに考えております。それでは時間もなりましたので、まだまだ議論尽きないところではありますが、以上をもちまして第2部のパネルディスカッションを終了したいと思います。ありがとうございました。以上をもちまして第2部パネルディスカッションを終了させていただきます。登壇者の皆様ありがとうございました。これをもちまして、消費者庁新未来創造戦略本部国際シンポジウムを閉会いたします。